School of Rock。 さあ、ここからスクローブロック女子クラスの時間、今週投稿中なら我が校の3週目ガールズ、乃木坂46の橋本七海ちゃんが毎日投稿中。あれ普通に言った、今夜ね、七海ちゃんが大好きな曲をおすすめする音楽の授業を開講する。乃木坂46橋本七海ちゃんはプレイボーイの表紙になっているけれども、来んのかよ、なんとあさって24日はこいついたのかよ、やっぱ乃木坂丸ごと特集のプレイボーイも出るぞ。隠れてたな、こいつ。発売日楽しみだぞ。なんだよってことは、なんだその七海ちゃんが、ここ長くすんのソロでの表紙とも並ぶってことか。一緒じゃん結局いつも。そういうことでいいのか。なんだよ、誰と喋ってんだよ。さらにだってフラッシュスペシャルもまだ発売だからな。下にはビッグコミックスピリッツ、深川舞ちゃん、元乃木坂46、スッと行きなさいって。どこに。どこにじゃないよ。行かないよ、女子クラスだよ。とどまるよ俺は。いやいや違うんだって、もうみんな待ってんだから。橋本七海ちゃんのガールズロックス、ありがとうございます。スクールオブロック Girls Locks Girls Locks。 生徒の皆さんこんばんは。スクールオブロックの女子クラス3週目担当、乃木坂46の橋本七海です。三重県17歳男の子、ラジオネーム冬が好きな猫くん。ななみんこんばんは。僕はななみんが毎回ガールズロックで流している曲を聴くのが最近の楽しみです。そこで質問です。ななみんが最近聴いている曲やお気に入りのバンドはありますか？おすすめ教えてくださいと。おー、嬉しいな。そう、私ね、音楽大好きでいろんな曲聴くんだけど、そう、すごいね、おすすめの音楽とか曲とかバンドを聴かれることが確かに最近多いんですよね。嬉しい。ということで今日はね、私が最近聴いてるおすすめの曲を紹介していく一日にしたいと思います。じゃあ早速いきますか。私が好きな人たちを今日はかける日だ。いくぞ。では一つ目はサチモス先生でミント。かっこいいでしょ。私前もね、サチモス先生の曲をねかけたことがあるけど、その時もその後の握手会で、あの時かけてた曲めっちゃかっこよかったね、あれからサチモス好きで聴いてますみたいな人すごいいて、でもね、かっこよすぎて私が好きってあんま言えない。なんか私が好きって言っていいのかなっていうくらい、もうおしゃれだしかっこいいし、なんかね、多分私は漠然とすごく好きですごくかっこいいと思ってるけど、もっと本当に専門的にかっこよさとかがあるだろうなって思うの。無知な私でも単純にね。あ、しかもミュージックビデオ全部いいんですよ、サチモスさん。このミントって曲はリーバイスとコラボしてるんです。超かっこいいですよ、ミュージックビデオも超おしゃれ、みんな魅力的に映ってる。力説してる。こんな感じ。じゃあ次の曲に行きましょうか。ちょっとまた雰囲気は変わります。では聴いてください。2曲目クリーピーナッツ先生で合法的飛び方のすすめ。これね、私もともとこのミュージックビデオだけを知ってて、すごい刺激的なミュージックビデオだなっていうところで、あとメンバーの中田かなちゃんっているんですけど、中田かなちゃんがすごいクリーピーナッツ好きってことを知ってて、でたまたまこの間ボーラインでライブに行ってきたんだけど、そこにクリーピーナッツさんも出てて、もうめちゃくちゃ楽しいし、めちゃくちゃかっこよかったの。もうそれからファンになっちゃって、これみんなちょっと刺激的だからね、スクールオブロックの生徒のみんなはね、ミュージックビデオ見たらはぁはぁってなっちゃうかもしれないけど、でもね、ぜひね見てほしい。あとね、ライブ行った時ね、乗り方を教えてくれたの。なんかこういうタイプのさ、ヒップホップじゃないけど、こういう感じの乗り方ってこう手をさ、こう上下させる感じなのかなって、なんか初めてそういうライブ見たから分かんなくて、手を上げろみたいな感じなのかなって思ったんだけど、それはもう古いらしいですよ。なんか今本場のアメリカの方ではなんかね、こういう乗り方全然分かんない、伝わらないラジオだから。手をね、両手をこう
クロスさせる感じのらしいですよ。最先端の乗り方、そういうのもね教えてくれるんです、クリーピーナッツ先生。最先端のかっこよさをちょっとね知りたい人、ぜひライブ行ってみてください。私も今度また行きたいということでね。続いて3曲目、これで今日流す曲最後だ。それでは最後に私のおすすめする曲は、SNB マメマメカモン、サナバガン先生でマミマミ。あ、このマミマミさ、何ヶ月か前のガールズでイントロだけかけた。その時に聞いてほしいって言ってたんだけど、みんなあれから聞いてくれてたかな、このマミマミ。そう、めっちゃね、なんかさ思うんだ、反抗期って絶対ほとんどの人にあるじゃない。私ももちろんあったし、でそこから脱するのね、もうマジなるべく早い方がいいと思う。本当今多分このスクールブロックガールズロックス聞いてる人、一人暮らししてる人よりも多分ね、お母さんとかさ親と住んでる人が多いと思うんだけど、やっぱね、一人暮らししたりお母さんから離れて初めて気づくことがね多すぎ。みんなお母さんを大切にね。だからみんなにこそね聞いてほしい曲だった。もちろん今のねこういう反抗期から出した私が聞いても、なんかあめっちゃかっこいいけど、改めてなんかいろいろ考えるなとか思うような曲でした。他にもねめちゃくちゃいい曲たくさんあるんで聞いてみてください。みんな私3曲紹介したけどどうでした？みんなかっこいいでしょ？いやー本当はねもっとかけたい。なんかねみんなに聞いてほしいやっていう人とか曲がありすぎて大変。だからさ、明日の放送もあるし明後日の放送もあるけど、これからもたくさん好きな曲かけていくから、みんなも共有しましょう。それでは明日もまたこの教室でお会いしましょう。橋本奈々美でした。もうあれだね、その奈々美ナイトやろこれ。ああいいですね。もう2時間ぶち抜きでさ、うん、橋本奈々美ちゃんがおすすめるスロイ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 イケイ。あれ違う先生、違う先生、違う。なんで橋本奈々美の違う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 、そう、それ俺は違う違う違うよ。長渕ロックス。長渕ロックス急に始まっちゃダメですよ。かけてくれるかもしんないけど。やっぱこの、アーバンでいいね、やっぱね。あ、出た。いい時間だったね。出た、校長が好きなアーバン。アーバンのやっぱ曲はさ、やっぱドロップされたらさ、いいよね。ドロップされたら。クリーピーナッツ先生なんかあれ出てたんだよ、この間あれ、カンジャムナイトだったっけ、カンジャニエイトさんの番組で、多分なんかラッパーの皆さん出られて、ジブラ先生とか出られて中で出てて、わ、かっけえなと思ってて。かっこいいね、みんなね。で、サチモス先生と生放送教室来てくれたりとかもさ、してくれてるしね。はい。まだまだだからね、曲聴かしてほしい。そうですね。来年まで全然あるし、ガールズも。乃木坂46、橋本奈々美ちゃんは明日も投稿！